じゃなくて、プロデューサー！プロデューサーってばあのね、途中で車から降ろしてもらったの。プロデューサーとお話ししようって思って。だって、愛の誓いの儀式以来、忙しくて二人の時間全然取れなかったでしょ？ねえねえ、プロデューサー、今日のミッキーどうだった？可愛かった？かっこよかった？素敵だった？言われたお祝いの中で一番嬉しいって感じ。だってミキ、プロデューサーに褒めてもらえるようにすっごく頑張ったんだよ。よかった。だってプロデューサーがプロデューサーなのは今日が最後なんだもん。だからミキの成長した姿きちんと見てもらいたかったんだ。それにこの呼び方も最後かもしれないから記念にいっぱい呼んでおくの、プロデューサー。うん、本気だよミキ。まだまだ今のメンバーでアイドル続けたいの。うん、ミキ、最初は竜宮小町を超えたいと思ってアイドル頑張ってただけだったけど、プロデューサーやみんなのおかげで今は本当にこのユニットが大好きだし楽しいよ。だから、みんなで行けるところまで行ってみたい。精一杯、やれることやっていきたいの。これからも。うん、みんなと一緒に頑張るの。でも、もしかしてプロデューサー、一人でハリウッド行くの寂しい？ミキたちなら大丈夫なの。だってミキ、やると決めたら必ずやるもん。知ってるでしょ？それでいいって思うな。じゃ、心配もなくなったことだから。ハニーはハリウッドに出発するまで、これからは毎日ミキとデートなの。あはっ。ハニーはミキとの時間が大切じゃないの？日本でミキといられる時間、あと少しなんだよ。何日かなんてすっごくちょっとだよ。ミキ的には何週間も何ヶ月もずーっと一緒にいたいのに。今日までミキ、デートしたい気持ちずっと我慢してきたんだもん。もう爆発しそうなの。ミッキー、今までみんなとお仕事で行ったいろんなところ、ハニーともう一回行きたいな。どこって、全部に決まってるの。ミキとハニーの愛の軌跡をたどる旅だよ。そうそう、時間が足りないよね。だから、今から行っちゃおうか。
じゃあ大通りに出てタクシーよ。説明なんて後ですればいいの。出発の日まで一日も話さないからね、ハニー。もちろん、ハリウッドから帰ってきたら、その後もずーっと一緒だよ、ハニープロデューサー、アメリカだからって飴ばっかり食べたらダメだからね。太るからさ。できればで構いません。落ち着きましたら私たちに文をお書きくださいませ。うん、少しはプロデューサーの冗談が面白くなるって信じてる。アメリカンジョーク期待してるね。プロデューサーが活躍するニュース早く聞きたいな。ミキたちのニュースも海外に流れるように頑張るの。ミッキーもすぐにハリウッドに行くから楽しみに待っててって感じ。あれがプロデューサーの乗っている機体でしょうか。私たちが見えていると良いのですが。プロデューサー、本当の本当にいっぱいいっぱいありがとうなの。自分たちこれからも頑張るからね。3人いればなんくるないさ。プロデューサー、お達者で、さようなら。さ、ミキもそろそろ準備しよっ。